信じらんない。こっちは我慢の限界だってのに。まったく、もう何考えてんの。朝はほんと参ったよ。ゆずに15分、その上お父さんに5分待たされてさ、結局私20分もトイレ待ちしてたんだよ。もうほとんどバカみたい。だいたいさ、朝20分の余裕があったらもっとちゃんと着ていく洋服選べるし、朝ごはんだってゆっくり味わいながら食べられるし、髪だってムースとかワックスとかつけたりしてちゃんとブローして学校に行けるわけよ。もう本当にさ、20分あるとなしじゃ全然違うんだよね。さっきからあーたブツブツ何言ってんの。もうとにかくお母さんからゆずひこにビシッと言ってやってよ。朝トイレで本を読むのやめてって。あとお父さんにもトイレで新聞読まないでって。お父さんにも、うん、そんなことはできん。トイレで新聞を読むなって言うなら明日から新聞は取らんでいい。明日から我が家は朝トイレで本とか新聞読むの全面禁止。っていうかみかん、あーたがあと20分早起きすればいいんじゃないの。つまり朝寝坊してバタバタしてるみかんと違って、ゆうちゃんには朝トイレでゆっくり本を読む余裕があるってことよ。わかる。だから夜更かししないで早寝早起きしなさい。いいわね。こうなるわけ。来週健康診断実施。今配った健康診断表、質問事項にそれぞれ記入。来週までに提出。いいね。はい。あ？便通は週に何回？いつ大きい方してるんだろう。マジでわかんねえ。いつも本読みながらするせいでわかんないのか。で、つまりどうなるんだ。そういや俺今朝したっけか。立花ちゃんと聞く。はい。藤野くんは下痢症だからいいよね。何が。下痢症の人ってさ、食べても太んないんでしょ。超羨ましいよね。うん、羨ましい。下痢症ってだけで太らないなんてお金かかんないダイエットみたいなもんじゃん。その点便秘はね。うん、アホい。下痢症なってみろ。すんげー腹痛いし、ゆるゆるのフラフラで大変なんだぞ。なあ、ゆずぴ。はあ。ほら、返事しないってことは立花くんも便秘が辛いってことだよ。うんうん、いや、辛いのは下痢の方だって。便秘の方だよね。うん、下痢だって。お、授業始まるよ、席戻ろう。うん、まったく下痢の辛さわかんねえんだからよ。なあ、藤野。 お前、便通は週に何回。はあ。いや、俺さ、いつ大きい方してんのか自分でわかんねえんだよ。なんかお前ってマイペースっつうか、あんまり自分のこと興味ないっつうか、自分のこと知らなすぎっつうか。自覚がないっつうか。そこ、いつまで喋ってる。藤野、さっさと席に着く。はい。じゃあ授業開始。なんか早く起きすぎちゃったな。まだみんな寝てるよな。
なんかヒュルルンって感じがするんだけど、なんだろう。ヒュルルン、ヒュルルン、ヒュルルン。飯まだだよな。これが腹減ったということか。ほほう、飯を食ったらヒュルルンってのが治った。なるほど。ひどいよお母さん。もうなんで起こしてくんないの。何度も起こしに行ったのに、あたが全然起きないのが悪いんでしょ。昨日行ったばっかりじゃないの。いつもそうやってバタバタして。いただきます。もなんであと20分早く起きらんないんだろうね。もうゆうくん早くして。またトイレで本読まないでって言ってんじゃん。トイレか本どっちか一つにしてよね。俺今大きい方したっけか。姉ちゃん。あ、何よ。姉ちゃんは自分でいつでっけえ方してるか分かってるよな、やっぱ。はあ。俺さ、今したのかどうかも分かんなくて。はあ、何言ってんのあんた。そんなことも分かんないの。ああ、お父さん、私が入ろうとしてたでしょ。つうか、マジで今したっけ俺。赤いバラ、そして